今つながりました、はい、それでは南相馬市長桜井さん、まずはじゃあ山地さんから呼びかけてください。桜井市長おはようございます。おはようございます。ああ、よかった。すいませんね。本当にお忙しい中。お忙しいところありがとうございます、市長。いいえ、とんでもないです。すいません。本当にもうこの1年大変だったと思いますけど、今日はですね、柿花さんや那須さんとともにですね、ちょっと相馬市長、南相馬市長、桜井さんとお話をしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。はい、市長。はい、東京マラソン完走、本当におめでとうございます。いや、素晴らしい。はい、ありがとうございます。やっぱりこう、改めて南相馬市のことを皆さんに PR するという大きな思いを持って走ったと思いますが、初めての東京マラソンでしたよね。はい、そうです。沿道の声援とかやっぱりどうでしたか？まあ、沿道の声援もすごかったですけど、うん、知ってる人たちの中で結構、私のことを知ってる人がいて、うん、握手とか求められたり、声援かけられたりしました。いやー、やっぱり南相馬頑張れっていう声ですか、やっぱり。そうですね、私の方で職員たちと一緒に同じタスキでね、走ってましたので、はい。いや、本当にね、どんなお気持ちで走られたんですか、今回、そもそもは。南の田中緑町の方からの提案があったんですけども、まだまだ震災終わってないし、まあ、とりわけ原発被災地の実態については、まあ、お前がよく一番知ってるわけだから、お前が発信しろというような提案があって、それで、まあ、被災地の報道を小さくさせないためにも、もう走んなきゃいけないということで走った。なるほど。4時間9分53秒ですからね。すごい、ね。握手とかなかったらもっと早い記録で走ったかもしれないですよね。途中で。市長ね、その東京マラソンの時にも報じられたことですけれども、はい、市長はもう日課のように毎朝必ずあえて南相馬の沿岸部を走ってらっしゃるということですが、はい、今朝もやっぱり走られたんですか？はい、ね、今朝も走ってきましたよ。小雨でしたけど。ああ、そうですか。まだ寒いですよね。いや、でも、随分暖かくなってきましたよ。そうですか。はい。走ってると、もう本当に肌を刺すような感覚は少なくなってきましたから。でも、その沿岸部を走る時のお気持ち、そこで見える景色も含めて、今現在、南相馬市が抱えている一番の課題っていうと、はい、市長、どういうことになりますかね。まあ、一番の課題っていうことではなくて、課題は山積してますけども、はい、もう山積、はい。まあ、我々のところで6万人以上避難して、今4万3000人まで戻ってはきてますけども、はい、ただ、子供たちを抱える親、子供たちが戻れてないっていう現実があって、うん、で、その子供たちを戻すためにやっぱり、できるだけ放射線量を少なくするっていう意味での除染も進めていきますし、うん、同時に、まあ、彼らが不安抱えている医療の問題、介護の問題、また、福祉の問題、教育の問題についても、うん、積極的に今、国にも働きかけながら人的な対応を今必死に確保したいと思ってるんですけどもね、うん、はい、市長が目指してらっしゃるまさに子どもたちが安心して戻ってこれる南相馬、これはなかなかでもハードル高いですよね、うん。まあ、そうですけども、結局ね、我々が本当に命を大切に命を育むっていう姿勢を崩さずに、しっかりできることを最善を尽くしていくっていう姿が常に発信できれば、それに共鳴する人たち、共感する人たちが、まあ、必ず私は戻ってきてくれるし、ついてきて支援してくれるというふうに思ってますけども。まあ、だからそのためにもね、走り続けなきゃいけないというね、うん、文字通り、市長自身がね、まだ若いですから、はい、いやいやいや、もう若いです、ね、僕は前に市長がやっぱりこう、はい、沿岸部走りながらね、なぜですかって僕は聞いたら、はい、いや、行方不明者がまだいるんだってことをね、おっしゃって、で結局、生きたものがね、その亡くなった人たちの魂、うん、これをね、今後どうする、自分たちがどうやって復興するって、まあ、自分たちの目の前の問題も大変だけれど、生きてるじゃないか俺たちは、うん、というねことをおっしゃってた、ものすごくそれがね、はい、僕はもう今もこう耳にこびりついてるというかね、そういうそのあたりのお気持ちはどうですか、はい、今その市民のその気持ち、復興へ向けた気持ち、まあこれ綺麗事だけじゃ片付かない部分はあると思いますけれど、はい、このあたりはどうでしょうか。はい、
全く私の原点はそこなので、うん、亡くなった人たちは声を発することができないけれども、うん、我々は彼ら彼女たちの声をしっかり受け継いでいくということと、うん、彼らの魂っていうものに対してしっかり敬意を払っていくっていうことが何より大切で、それが生きている人たちが自分の命、生っていうものを全うできることにつながると思うんですね。ですので、まあ、彼女たちの声を今後とも拾い続けるためには走り続けていきますけども、はい、ね、市長はお知り合いのお子さんたちも随分ね亡くなられて、僕は去年末特番でね、日本放送の特番で市長にお時間いただいてね、インタビューもらった時も、はい、もうねやっぱりこう生きていた人、目の前にいた人たちが突然いなくなる悲しみ、これは本当に、うん、当事者にしかわからないね、辛さがやっぱありますよね。それは本当に我々だけじゃなくて、今回の震災と津波でね、うん、亡くなった多くの方々の家族、遺族っていうのは全く同じ気持ちだと思いますし、うん、我々原発被災地にあっても、彼らが成し得なかった、また成したいと思ってたことに対する我々の心遣いがなければ彼らの魂っていうのは静まらないと思うので、うん、そこはしっかりと毎日寄り添っていきたいと思ってますけど、ね、はい、なんか予算が3倍になるという新年度予算がね、うん、バブルだということを、うん、おっしゃってますけれど、うん、これ忘れ去られてしまわないようにという、これ何かこう市長としてやっぱり何かこう世の中のそのムードというか、うん、どうですかこの1年が経って、うんうん、だからだんだん原発事故っていうものが収束しつつあるかのような流れになってきます、うん、来てますけれども、はい、そうではないんだということをしっかり伝えたいし、うん、いろんなところで言ってますけれども、1年経って我々の自治体の職員自体が早期退職者が多く出てきてしまってるっていう現実は意外とどこにも知られてないんですね。そうなんですね。そうですね。だから現実は平穏停止はしてるかもしれないけど、各周辺の自治体の人々、また職員も含めて、ベルトダウンしつつあるっていう現実もね、しっかりと捉えていただきたいというふうに我々は思ってますけど。そうですね。そうですね。ですから市長、本当に、南相馬市の復興計画としては、もう原発に依存しないんだということを明確に市長打ち出してらっしゃいますもんね。そうですね。私は脱原発っていうのは政策なんだということを言ってるんですよ。うん、そのアンチ原発ではなくて、うん、新しいエネルギー政策、新しい環境政策、新しい産業政策に我々がしっかりと踏み出していくんだということが、うん、脱原発ということのメッセージなんです。うん、それとやっぱり南相馬がね、やっぱり日本だけじゃなくてね、そうしたことをその被災地として、はい、原発被災地として世界に伝えていく責任もありますもんね。はい、まあ、それはもちろんですよ。ね、我々が負った、その事態、負った被害というものは、まあ、世界的な被害だと思ってますし、ここから復興する姿っていうのは、世界に発信し続けないと、これから起こるであろう災害についての教訓にもなっていかないと思いますので、我々はしっかりと自分たちが立ち上がっていく姿を、歴史的な遺産として残すつもりです。なるほどですね。市長、本当にこれはもう南相馬に限らず福島に言えることかもしれませんが、風評被害も大変でしょ。そうですね。それは間違いなくありますね。うん。だから。ただ、はい、風評被害を払拭していくのは我々の生きる姿だと思うんです。なるほどね。それを見せる。見せる。はい。わかりました。そこは諦めないで、我々しっかり発信し続けたいと思いますね。はい、魅力だから我々もなんかそんなね、少しでもお手伝いができればと思っておりますんで、本当に今日お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、失礼いたしますということで、福島県南相馬市桜井市長にお話を伺いました。